時にはされるんだよ。ほら、あ、ちょっと、いや、あなたたち何やってるの。明日もテストでしょ。もう帰りなさい。ほら、寄り道しないで帰ってちゃんと予習してきてね。寄り道したらダメよ。わかった。わかりましたよ。勉強ばっかしやがってよ。つまんねえやつだよ。予習してたの。はい。わからないところある。大丈夫です。本当に。はい。まあ確かに彼らの言う通り佐藤くん勉強ばっかりだもんね。はい。あの、たまには遊んだりしないの。遊びになんてそんなことしてもしょうがないですよ。勉強していい大学入っていい会社に就職するんです。先生ももちろん勉強は大事だと思うよ。でも学生なんだし今しかできないこともあるんだから。はい、かしこまりました。容器を、はい、あさってには。あ、はい、期間も大丈夫だと思います。